All right, Wonkai. In this area, there seems to be a problem with the machine that makes the tetromino bridges. なるほど。今パズル解いても無駄ってことね。Look for a lab that lets you connect to the data stream. I already found it. I'll send you the coordinates. お前優秀だな。はい。というわけで、ご視聴どうもありがとうございます。タロスプリンシプル2続きやっていきましょう。ちょっとすいませんね。先週は休んでしまいましたが、ちょっとね、またやっていきたいと思います。で、とりあえず新しいエリアに来たんだけど、データストリームに接続するためにラボに行く必要が、方向的にこっちなんだけど、あー、メルビルがいるね。ここ行ける?ここ行けますね。ちょっとメルビル先話すか?うん。Yes. あー。そう、バイロンどうなったんだろう?大丈夫かな?まあ、とりあえず、左から聞いていくか。メガストラクチャのシステムは今どうなっているのですかかな?I suspect Byron is still logged in. あ、そういうこと?あ、じゃあまだ接続切ってないってこと?大丈夫あいつ。やばいな。一刻を争うんじゃないの?まあ、バイロンから通信はないでしょうね、きっと。There was a short burst of noise on the frequency we used to communicate, but that could have been anything. なるほど。まあ、要は、通信はないというわけですね。で、そう、コーネリアス、あいつどこ行ったんだ?多分島に来てると思うんだけどな。He taught me a lot when I was young. Nowadays, people just know him as the museum curator. まあ、そうでしょうね。始まりの人の中でも結構な大物だもんね。うん。なるほど。忍耐力。ん?増えたね。なぜアテナとコーネリアスのいなくなった時期はずれていたのでしょう? If I had to guess, I'd say so that Cornelius could still go back for a そういう、だから、やっぱそうなんだよ。アテナとコーネリアスは同じ目的を持って、共に行動してたんだよ、やっぱり。そういうことでしょ?で、あ、ここか。地下。ありがたいですね。じゃあ、このまま、ラボのデータストリームに接続してしまえば、いつも通り、パズルが解けるわけだ。こっちか。あれ?なんか、この部屋なんか見たことある。ん?誰かいる。あれ?コーネリアスか?もしかして。いや、違うか。アルカトラズかな?アルカトラズがこのラボを見つけたってことは多分アルカトラズかな?ここなんか前も見た気がするんだけど、この感じ。そう、このなんか日本庭園っぽい感じ。まあいいか、とりあえず。うん。びっくりした。Look at this place. うん。It's beautiful, isn't it? ほう。Mesmerizing. That's how it lures you in, I think. 急に。なるほど。バイロンはその罠に引っかかったって言いたいのか。うん。The towers, the mysterious apparitions, it all draws you further in, deeper into the trap. まあ罠って言うけど、そのためだけにこんな大掛かりなもん作る?another little bit of you is corrupted.いや、わかるよ。あなたが慎重派だからさ。で、これ以上の犠牲者を出したくないから、その忠告はわかるんだけど、空想が過ぎるよ。ただまあ、表だってこういうのはなんだから、自分のことは自分で決めますよ。I'm sorry. I didn't mean to suggest you were, whatever it is I'm trying to say. あ、まあまあ、うん。わかってるよ。I'm just disappointed in myself. わかってるよ。Byron needs me. You all need me to do my job, and I can't even use a term. それは君が気に病む必要ないよ。If this is all really それはしょうがないじゃないか。I don't know. Maybe she lost her way. いやいや。Maybe we're just not 違うよ。うん。そうそう。But once we find Byron, I suggest we get the hell out of here and never come back. まあそう言いたい気持ちはわかるんだが。とはいえね、ここで得られるものは非常に魅力的ではあるから、多分ね、今までの流れでいくと端末は
ここ以外にもう一個あるとは思うんだけど、まあ、まず目標のこれをねやっておきますか。これな、うん、タロスの原理 2って言ってる。これは多分あれだよね、創造主に向けて誰かが送ったんだね。うん、スーヤ、親愛なる創造主様、あなたが去ってから何もかもがとても悪い方向に向かっています。私たちは終着の日を迎えるための努力を怠っていないのに、日々の生活は不幸せになる一方です。雨が降らないためにダムの水は枯れ、町中のどこに行ってもできることが何一つありません。壊れたものを直すこともできないので、映画館を解体しなければならないほどです。ビデオファイルがあれば映画館などいらないのですが、昔の人のようにみんなで映画を見に行く習慣は、浮ついた振る舞いではあっても私たちの何よりの楽しみだったのです。相変わらず16進出がすごいな。私は創造主様のお知恵に従います。私たちの祖先がしでかした地球を傷つけるような愚行は絶対に避けなければならないと信じています。しかし市長があなたのお望み通りにことを進めているかどうかは残念ながらわかりません。多分違うね。市長はね、多分市長が曲解しているのか、市長をそそのかした誰かがいるのかちょっとわかんないけど、多分違うね。終着点にたどり着くための別の手立てがないものでしょうか。どうかお知恵をお授けください。あなたが訳あってさらわれたことは承知していますが、このままではまずいと思うのです。敬具、敬具の後ろ長えな。なんだ、5358がいっぱいあるな。で、来たよ、タロスの原理2。タロスの原理 2B なんかな。コスモス、宇宙について。セイントセイヤ的な。スターゲイラのストラトンからの一節。アミュンタス、母親の腕の中で死ぬ子供、疫病で滅びる都市、平和も幸福も感じずに生きなければならない動物、まるで恐怖のカタログではありませんか。ニコマコス、重めの夕食を取ったばかりだというのになぜこのような講義を聞かされなければならないのでしょう。で、ストラトン、なぜなら我々が真実に到達するためにはこれらの醜いものを直視しなければならないからである。アミュンタス君、先ほど君は正義について話していたが、これらの醜いものは果たして正しいと言えるのか。先ほど、なんか確かにこの3人が喋ってる文章他にもあったよね。内容忘れたわ。アミュンタス、正しくありません。で、ストラトン、ならば君は宇宙そのものが正しくないことを認めなければならない。もし神が存在するのなら、神は自らの意志によって世界を曲げることはないだろう。そうではなく、宇宙は機械のようにただ規則に従って進むのみである。正義、美徳、そして人間の発明。で、アミュンタス、正義も美徳も幻想であり、考えから捨てるべきだというのですか。ストラトン、その逆だともよ。この機械に価値を持たせるのは人間だけなのである。で、脚注、ストラトンが神を信じていたのか、それとも神を単なる比喩として使ったのかは明確ではない。なお彼の著作とされる神々については現存していない。直接的な記録ではないが、ディオゲネス・ラエルティオスは著作の中でその解釈が元でリュケイ四皇では殴り合いの喧嘩がいや、昔の人は血気盛んですね。で、アテナ、私たちを人間たらしめるのは意味を探す行為だと思っていましたが、意味を想像すると考えた方がより良いのかもしれません。そうね、意味がなかったら意味を作ればいいのよ。で、ノエマプロジェクト、著者はアテナ。なるほどね。思考、ほぼ読めないね。以下に一点のパターン。新しいプライマリサイト。以下の冷却用の湖水か。ほぼ読めないですね。で、これか。
じゃあ行きますか。ナムさんですよね。うん、分かってたよ。5358あったね、今。で、霧深いな。Our ancestors kept telling themselves that the brevity of their lives didn't matter. But they had so little time to ever really think about anything. I've spent several human lifetimes studying this mystery, and only now am I beginning to see. あんなとこにいた。The simulation was built on top of material reality, unable to escape its constraints. In the same way, physics as we understand it, even quantum physics, is built on top of a deeper reality.A set of rules that define existence itself. 今回は一人。There is a universal language of creation. 創造の共通の言語。And I think we can learn it. じゃあそれを学んだ結果生まれたのがこの島なのか。The language of creation. What were they doing here? And how far did they get?I can't answer that, but I think I'll fix the tetromino bridge. なるほど。Machine ring. ありがとうございます。I say I think because it's not in the schematics. And what I'm doing is hack work at best. Try it and see if it works. うん。試してみてって言うけど、試すまでにかかるんだよ。で、5358がなんか出てたな、今。テクラ、いたな、こいつ。なんだっけ?なんか創造主をすごい神格化して崇めてる人だよね、確か。うん。最愛の創造主様。もう何年もが過ぎ去りましたが、未だに沈黙しかいただけません。私たちは何らかの罪を犯したのでしょうか?傲慢の罪?強欲の罪?それゆえに私たちをお見捨てになったのでしょうか?未だもって建設を続ける者もおります。止めるように進言したのですが、彼らは聞く耳を持ちません。中でもバイロン、お前、アンチバイロンやめろもう。バイロンはね、そんな悪いやつじゃないから。中でもバイロンは最もひどく、いや違うよ。バイロンは、アテナを見下してはいないよ。うん。むしろ逆だから。どうか、あなたの教えの通り規律を守り、知恵と謙虚さを求め、忠実であり続ける人間がいることを、それはお前がそうってこと?お前多分、思い上がりも甚だしいぞ、それは。次の選挙には勝てることでしょう。これいつだ?いつ出したんだ?これはテクラが出るって言ってる?それとも、この選挙の結果、ヘルマヌビスが市長になったってことなのかな?ちょっとわかんないけど。で?トレービュシェット。うん。創造主様。自分が生まれたのはニューエルサレムの黎明期でしたが、あなたのことはよく知りませんでした。それは、あなたのせいではなく、私がダムの改良に集中していたからです。私は、メルビル以外とは社会的関係をあまり築きませんでした。だからといって、不幸だったわけではありません。実際、私は非常に満足していました。私は、複雑な問題を平穏無事に解決するのが好きなのです。それが私なのです。じゃあそのダムの改良が終わって、なんか目標がなくなってしまったってこと?でも今は仕事の喜びが薄れてしまいました。仕事をする上で多くの仲間は良くせずとも、他者に貢献したい。自分の仕事は有意義であってほしい。そういった気持ちは失せました。失せちゃったの?ヘルマヌビスか。現状維持大好きのヘルマヌビス。そういうことね。もう新しいことはするなと。私が新しいプロジェクトを提案すると、市長はまるで私が犯罪を犯したかのように振る舞います。私に恥じろと言わんばかりの態度です。これ難しいですよね。一方ではその現状維持、今のままでいいって言ってる人もいれば、こう変わんなきゃいけないっていう人もいるし、でも私個人的にはやっぱね、変化をやめてしまったら、もう終わりだと思うんですよね。この状況私は好みません。しかし私は、社会問題や議論には興味がなく、関わりたくもありません。ただ、物事を良くするために、働き続けたいだけなのです。なるほど。
で、進化の代償。はい。ST サニャル。殉教者の肖像の序文より抜粋。新たな概念を提唱したことで、糾弾された人たちのリストは、気が滅入るほどに長大だ。センメルベイス・イグナーツは、医学界に手洗いを推奨したことにより、破滅に追いやられた。そんな、え？どういうこと？ルートヴィッヒ・エーデュアルト・ボルツマンは、原子の存在を提唱したことで迫害視された。ロバート・ H ・ゴダードは、ロケットが月に到達できると主張したことで嘲笑された。アル・ラーゼーは、死体液説かなの誤りを証明したことで非難された。バーバラ・マクリントックが発見したトランスポゾンは、何年もの間、黙殺された。このリストは、読み上げればキリがないほど続く。いや、結構さ、このガリレオとかが、その地動説を唱えて、教会から弾圧されたとかね、そういう話はいっぱい聞くんだけど、こんだけその、そういう報われない人々がいたっていうのは、ちょっと私も、知識不足で申し訳なかったんだけど、ちょっと衝撃ですね。それに、科学的な改善ではなく、政治的な改善を提案したらどうなるかについては、まだここで触れていない。たとえ成功しても、その代償が自らの命であることは非常に多いのだ。でしょうね。だってもう現代だってそうだもんね。近頃では、進歩的な考えがおなじみの絵空事として、物笑いの種にされることが頻繁に見られる。しかも、奇妙なことに、自らは反体制派と称する批評家によって、それらは権力的勢力とみなされているのだ。だが実際のところは、これまでの人類の歩みのその一歩一歩において、5358。なんだこの5358は。莫大な犠牲が支払われてきたのだ。で、ミランダ。すでに多くの人々が自らを犠牲にしている以上、真実のために立ち上がることはますます重要だということね。で、アテナ。そうですね。しかし、どうするのが正しいやり方なのでしょうか。真実のために多くの人たちが命を落としましたが、何も成し遂げてはいないのです。で、ミランダ。世界を信じてただ正しいことをするしかないのかもしれないわ。そうですね。ただそうなってくるとさ、正しいことって何っていうね、そういう話にもなってくるんだよね。正しいってなんだよっていう。で、確かね、このエリアってデモでやったんだよね、一部だから、割とスムーズにいけないかな。多分そこはテレポーターの謎解きだからすぐ行けると思うんだけどな。だから今回もやっぱ5番目ぐらいまでは解きたいですね。はい。そうですね。ただ言うてね、結構忘れてるんだよな。で、どうだっけ、確か、どうすればいいんだかな、これは。これ2つ乗せないと作動しないんだよね。で、ファンもないというわけなので、なんかこれ確か箱持った状態でテレポートできるんだよね。いけるんだよね。OKOKOK。で、この状態で、この箱にテレポーターを置いて、こうだな。で、私がテレポートすると。で、あとは、ここと、ここに置けば。あ、ファンだ。ファンがいるわ。まあ大丈夫か。ここでファンを取って、これで、OK ですね。よいしょ。地下。これで OK かい？なんか来た。
Listen to this. はい。Mother and father think of our discoveries as a language. ほう。A code. But I think they're wrong. They're so caught up in the technical details of running the experiments and upgrading the machine. 反抗期？That they're not paying attention to the patterns we're finding. これはもしかすると反抗期ですか？ The symmetries, the harmonies, the melodies. なんか浮いてんな。The fundamental language of reality is a kind of music, and it's beautiful. Beauty is an inherent property of the cosmos. これなんだっけな、忘れたな。I love the way she looks at things. うん。これ来たのは？ああ、なるほど。この辺はまあ、いいか。うん。テレポートね。うん。もし、アテナがこの島でこういろいろ作ったんだけど、その結果が思わしくないのだとしたら、その原因はもしかすると、このミランダとの確執っていうかね、そういうところにあったのかもしれないですね。うん。で、忘れたな、これ。そうだ、ドリルね。ドリルがあって、これデモの時も結構かかったんだよな。一応コネクタ取るか。で、あ、そうか。これで、多分ね、これ、開けて、向こうからこのコネクタを取る必要があるから、この辺に置かなきゃいけないんだよ。この辺に置いといて、で、こっちから、うん。そうそう。で、うん。思い出してきた。これでコネクタ取って、で、こっちから、こうやって、で、ここが開いて、テレポーターが取れると。うん。あ、ちなみにこのテレポーターは、この青バリアは貫通しません。さすがに。それはね、他の仕組みと一緒ですね。で、次に、あ、コネクタいるな。コネクタがいるから、ここはもう閉まってていいのか。だから、このコネクタは多分こっちに置いていいのかな。あ、いや、待って、テレポーター。テレポーターどこだ？あれか。よし、出れた。じゃあ、これで、うん。これで、そこの青が開くので、ああ、そういうことか。はいはいはい。わかった。うん。こっちに行って、ドリルを、ああ、待って。コネクタがいるわ。これは回収しておいて、このドリルを、ここだな。ほんで、このテレポーターをこの奥に置いておいて、で、あとは、このコネクターで、おそうか。まずはこのコネクタを持ってこっち側に出たいから、そのためにはテレポーターをここに置いて、でコネクタを持った状態でテレポートか。うん、こうですね。であとはさっきやろうとした通りにここに置いて、でこうか。よいしょ。オッケー。あれはスフィンクスか。スフィンクス、最近全然解いてないな。解かなきゃね。なんか来たな。ちょっと待って。一旦出てからかな。で、これか。遠征隊に関するメガスレッド。なんだよ、なんか文句あんのか。うん。
そんなことしたら荒れるだろ。おい、ジェレミー、やめてくれよ。荒れちゃうじゃん。遠征に関する意見はこのスレッドに書き込んでくれ。礼儀を忘れないように。うん。アタール。アテナが解明したものには、世界を変えるほどの力がある。それを使って全ての生き物の苦しみを軽減するのが、僕たちの責任ではないだろうか。うん。ね、知ってるよ。で、オービス。僕たちは試されているんだ。そして、バイロンは失敗した。いや、まだわかんないから。バイロン生きてるって絶対。そんな簡単に死なねえよ。うん。で、バイロンの身に起こったことは事故だ。で、結局何か違いはあるんですか？あ、ある。うん。アタールの言う違いを聞きたいですね。で、ジャック。メガストラクチャーでアテナやコーネリアスやミランダを実際に目撃した人はいない。エイリアンの可能性は捨てきれないぞ。捨てていいよ。うん。で、ブダハス。何か重大な過ちを犯さずに、俺たちがこれほどのテクノロジーを使いこなせるとは思えない。創造主は、俺たちに警告しようとしてるのか？懲らしめなのか？だとしたら最初から作んないと思うけどね。で、アゼルボック。島であらゆるものが不具合を起こしてるのはなんでだ？バイロンのせい？それはね、ワンチャンあるかもしんない。うん。で、彼はまだシステムにログインしてたから、その存在がシステムを不安定にしてるのかもしれない。うん。そう。私はこのパンドラ説をしたいですね。フランクリン。うん。わかってるじゃないか。うん。そう、パンドラは遠征隊をちょっと邪魔しようとしてるよね、明らかに。で、ロビン。正直言ってパンドラは誤作動を起こしてるんじゃないかな。なるほど、それは興味深いですね。メガストラクチャーを守る役割を持ってんのに、敵味方の区別がつかない。どうだろうな、でも守ってんのはむしろスフィンクスかなって気がするけどね。うん。で、エルヴィン。象徴としてパンドラを選んだのは偶然ではありえないし、メッセージも明白だ。メガストラクチャーとはパンドラの箱、つまり開けてはならない。うん。でも確かにパンドラの箱はいっぱいなんか悪いもん入ってたけど、その奥底に希望があったよね。それを忘れてはいけないよ。うん。まあとりあえず私にできることはパズルを解いてね、メガストラクチャーの内部に進んでいくことですよ。ちょっとすいませんね。今日なんかね、うちの近所で工事してて、だから、ちょっと工事の音がね、入るかもしんないですね。今、だいぶなんかね、ドリルの音が、すごいです。じゃあ、3? あ、光ってるわ。よかった。一瞬なんか光ってないかと思った。多分ね、4まではね、デモでやったと思うんだよね。だから、それなりにすんなり、いけるかなって思うんだが、そうだよね。まず、そう、これは確か、こうやって、そうすると、ここにまあ、テレポートがあるから、確かね、テレポート、待って、こっちなんだっけ？あ、そうか。このはしごがあるから、そう、この奥だよね。確かね、一回、この、格子の向こう側に、テレポーターを置かなきゃいけなかった気がするんだよな。あ、ドリラーを持ってくる必要があるのかな、確か。確か、ドリラーを、そうだね、こっちに置きたいんだもんね。そこを開けたいから、ってなると、あのドリラーを、出す必要があるのか。ってなるとドリラーって1個だっけ。あ、1個だね。テレポーターをこっちに置くか。いや、あれ、このここに、マジか、ドリラーが邪魔か。ちょっと待って。一旦、ちょっとドリラーが壁に近すぎる。で、これで、このテレポーターをこっちに置きたい。
で、これで、そう、これで、こっちに行って、この辺に置いとくか。で、ここからテレポートして、で、こっちのエリアにテレポーターを置いて、で、こうだな。OK。よし。これで、あとはこの中にテレポーターを置けば、OK。イェーイ、やったね。うん。まあ、この辺は一回ヤークーとか、喋っとくか。ちょっとその、ちょっと考えのやめようぜ。Listening to Miranda talk about beauty made me think. Okay, this might be super weird and kind of pretentious. 聞きますよ。全然聞きますよ。What is beauty? Like, where does it exist? Is it just our minds? ミランダは結構その辺感覚的にこう感じ取ってるけど、我々はそれ難しいよね。But if I understand her correctly, Miranda sees beauty as a property of the universe itself. これは難しいな。さすがにさ、そのゴミ捨て場に置かれてるゴミ袋を見て美しいと思わないでしょ。だからやっぱり美しいと思えるものでないと我々は美しいと思わないし、ってなると、世界が我々に与えるもので、それに対して我々がどう思うかっていう相互作用の中に存在するのかなって。Interesting. うん。So, the more humans there are, the more we spread across the world, the more beauty there is. そうね。But then, doesn't it follow that it's our duty as a species to grow? いや、そうですよ。To make the universe more beautiful?でも正直さ、こっから先発展していこうと思った時に1000人ではたかが知れてるわけですよ。できることが増やしてみる。 That's a really powerful image. Beauty flowering in the universe as intelligence spreads. いや、そうだよ。 Thank you. I hope you're right. ああ、他にも尋ねたいことがあります。聞きましょう。結構聞くことあんな。南側の方の分析はどうですか？ The southern part of the island is a natural desert, basically just due to the chemical composition of the soil. I haven't been able to work out why it's so warm. 気温高いんですね。It could be a warm ocean current or something to do with the megastructure. でもそれだったらさ、他のところも暑いよね。Doesn't have the kind of equipment I'd need to figure that out. なるほど。で、そうね、バイロンは大丈夫だと思うんだけど。I hope so. うん。I understand why he was impatient, but he should have been more careful. まあ確かにね。で、やっぱコーネリアスだよね。Yeah, everyone knew Cornelius. After Eustathius retired, he was the only one left. まあそうだよね。Since the beginning. Except I guess none of us really knew him after all. そう。We all thought he was lost in the past. Always. それはまあさすがに、さすがにはそうだけど。But he actually had all these secrets. And a daughter. まあ裏でなんかいろいろやってたんでしょう。失望したんですかって聞いてみるか。No, just surprised. Maybe a little sad that he felt he couldn't trust anyone with the truth. まあそうね、なんかすごくさ、コーネリアス周りをこう信用してない節があったよね。だって 1K を信用するかどうかがさ、こうまだ考えてたもんね。信用してほしいな。で、私たちが戻った時、ニューエルサレムで何をしていましたか？ Mostly just made sure Pellegrino didn't mess up the VTOL. ほう。We only have a handful of them, and ペレグリーノだ、なんだっけ？ The truth is they're held together. あいつのせいでなんか前停電起こったんだっけ？ There's a reason Melville's always complaining. そんなオンボロなの？インフラやばくない？大丈夫かな？When you
put it like that, it seems hard to argue. More and more stuff isn't working anymore, and eventually there will be consequences. そう、ただそのためにはやっぱり資源というかエネルギー革命が必要だよね。って考えるとやっぱこの島からいろいろ得なきゃね。でミランダは実体の根本的な言語を音楽に例えていました。どう思いますか？I think that's one of the most beautiful things I've ever heard. I hope it's true. ところであなたはどんな音楽が好きなのですか？ちょっと聞いてみる？ Okay, this may sound like a robot joke, but I love heavy metal, especially the more melodic kind. It's big, it's epic. ヘビメタもね、結構その原理主義者とそうじゃないライトな層がね結構入り混じってるから、人間空襲警報ブルースの鳴き声怖いな。ブルースって猫だよね。だってそんな鳴き声すんの。デスボイスを操る猫、あれか。あそこも結構かかったんだよな、デモの時。なんだっけな、なんか突破の鍵はスイッチに乗った状態かなんかだっけ。それでテレポートするとかそんなんだったかな。喋れる？もう無理か。まあとりあえずこの辺はデモでやってるからもう一個ぐらい解きたいですね。テレポーターが中にあるんだよね。一旦テレポートしてみて、そういうことか。そうか、これでまたこうやれるのか。これで一応テレポーターは出せて、箱か。OK。で、テレポーターをだから、こっち側に置けばいいのか。この辺に置いておけば、コネクタを出せると。よいしょ。ちょっとあれだな。E ボタンをマウスに割り当てる必要があるな。で、これで、多分、このテレポーターを、ここに置くのかな？で、こう乗った状態で、こう。OK。これでいけると。よし。で、こっちか。You know, a couple of years back, we went on a scavenging expedition to an ancient industrial complex south of New Jerusalem. It was enormous, sprawling, an area many times bigger than the whole city. サブマージドみたいな世界？ Dedicated to manufacturing. It was incredible to think about the sheer variety of things they produced. どっちだこれ？ It made me realize how austere.How restricted our lives are. こっちかな？ How most ancient structures are overgrown. 確かに。It's kind of pretty, but in a sad way. Well, this one wasn't. There had been some kind of chemical spill. I don't know if it happened while the structure was still operational, or if something had just rotted through. 下すけすけですけど。But it killed everything. Even centuries later, nothing could grow.It didn't have to happen that way. And history doesn't have to repeat itself. But we do have to remember that it did happen once. そう、だから過去に起こったことを忘れさえしなければ防げるはずなんだよね。大事なのは過去に起こったことを、ああ起きちゃったね、かわいそうだったね、仕方ないねで終わらすんじゃなくって、なんで起きたのかっていうことを真剣に考えて、で対策を練るのが大事なんだよ。テレポーターがあんな、あそこ。
ここがゴールで、ジャマー1個しかない、これ。ジャマー1個だけ？マジで？ま、とりあえず、これはできるじゃん。で、こうやって、ああ、そういうことか。で、テレポーターを持ち出して、ただ、ここでジャマーを取ってしまうと、塞がっちゃうのよ。青バリアで。で、テレポートできなくなっちゃうので、って考えたら、こっから、この辺に置けばいいのか。だから、この辺かな？この辺に置いておけば、いける？いけるね。よし。で、ここ開けて、テレポーターを入れて、ってなると、ジャマーを持った状態で、こっから、テレポート。で、開ける。あ、テレポーター、もう一個あるわ。ってなると、待って待って。なるほど。最後の関門か、これ。ちょっと一旦多分ね、このテレポーターは、こっち側で使う気はする。なんとなく。あー、そうか。いけるね。いけるね。だから、ちょっと待って。こっからジャマーを使うとしたら、この窓のあたりに置けばいいのか。ってなると、あー、待って。ここに置いて、この辺に置いとけばいけるかな？で、一旦、ここ置くか。で、テレポートして、ジャミングして、で、テレポートだ。オッケー。ありがとうございます。で、ヤクルトは喋れない。喋れないね。あ、なんか来た。プライベートメッセージ今来た？